地味ですね、吉谷さん。最近あったケースなんですけども、半年前に速稼塾に入った方が、なんかね、給料をね、会社からもらってる給料を20万ぐらい上げたらしいんですよ。で、一時金を50万ぐらいもらったらしいんですよ。で、これが何かっていうと、まあ、その方はね、サラリーマンをやっていて、まあ、言ってみればダメサラリーマンだと言ってましたね。32歳、だから10年ぐらいお勤めしてて、まあ、係長という役職をもらってるんだけども、でも、新入社員の時と同じ仕事をしているということで、まあ、ご褒美で役職をもらってるだけのね、名ばかり役職、部下なし、で、作業一緒、給料は新入社員の時とあんまり変わってないみたいな感じだったそうです。で、自分の会社にも魅力を感じないし、将来性も感じないし、で、それは違うよと。自分に魅力がないから引き上げてもらえない。自分に将来性がないから、会社に将来性がないって思ってるだけでしょって。今の会社で仮に自分が何か重要なセクションにいてね、幹部だったら自分の会社に可能性感じませんかって言ったら、確かにそういうふうなことを考えるとやる気も変わってくると思うんですっていうことをね、最初にお話ししましたね。で、私がその方に、まあ、コンサル入ってね、速稼塾入ってもらって、何を勧めたかというと、まあ、YouTube なんですよ。 YouTube をやって、 Zoom ライブをやって、今こういうご時世だから接触をなるべく避けた方がいいでしょと。その時に手も足も出なくなる会社がある中で、あなたの勤めてる会社は非接触型でも売り上げを上げれるとしたらどうしますっていうふうなことを話したらね、それやってみたいってことなんで、まあ、その方はね、取引先の方に対してアプローチを YouTube とそれから Zoom ライブに切り替えていったんですよね。で、そのそれぞれの使い方と、あとはちょっとしたお話の仕方とか交渉の仕方を私は指導させてもらいました。まあ、そうするとですね、まあ、業績はみるみる回復して、そしてその提案をしてですね、そのダメ会社員さん、 A さんと呼びましたから、 A さんは会社に対して、いや YouTube や Zoom っていうね、インターネットを使って営業を広げていきましょうっていうことを提案したら、まあ、それがね、じゃあ試しにやってみるって感じで採用されて、今ではそのセクションのね、いわゆるインターネット部門の部長ということになってるらしいんですよ。一気に平社員、係長から部長にグッとなってですね、そのインターネット部門っていうものを全てを統括するようになったんですけども、まあ、その方もインターネットに長けてるわけじゃないんでね、 A さんも分からないことは全部私に聞いてくるんですよ。ということでどうなるかっていうと、まずは A さんは私のところに速稼塾に入って、 YouTube とか Zoom ってものを、まあ、やってみることにしました。そして私のアドバイス通り、それを会社の営業ツールとして使うことにしました。業績が上がりました。で、そのことを会社の方に報告して、速稼塾ってのに入ってこうなったんですってこともね、話したみたいなんですよ。まあ、速稼塾って言葉を使ったかどうか分かりませんけどね。まあ、そうなった結果ですね、一時金50万、速稼塾の費用はこのくらいでしょって感じで、まあ、その方がね、30万って言ったのかどうか分かんないですけど、まあ、50万もらったらしいんですよ。で、私の方に30万のその残金が振り込まれてきて、その方は残ったお金を、まあ、手にしているのかどうか分かりませんけどね、そんな形で私もね、よかったよかったってことでございます。そしてですね、新たにその方はインターネット部門の部長になりましたんで、顧問先が私のところに来たということでございますね。結局私も顧問料が毎月安定してもらえるような感じになって、その方へのインターネットのアドバイスをね、まあ、日々することになったかなというところでございます。ちゃんちゃんですよね。まあ、この話で何がいいかっていうと、会社員の方でも副業じゃなくって本業を強化することにインターネットを使うというふうなね、速稼塾の利用の仕方によって、わざわざ副業するんじゃなくて、今の仕事を、まあ、ブーストアップすることで、まあ、一番いい形でね、会社にも貢献して、あ、そうだそうだ、その会社ってね、半年前まで誰をリストラにするかってことをね、結構ね、話し合ってたみたいなんですよ。で、当然私のところに相談しに来てくれたその A さんはリストラ候補に上がっていたということだったんですけども、まあ、よかったよねと。部長になってね、もう完全にクビになることはないだろうなということでございます。ただやっぱりインターネットの活用によって営業マンっていうのはちょっと減らされたみたいですね。営業の方っていうのは接触型の営業なんで、インターネットの営業がね、業績を上げるとみるみるいらなくなったということで、まあ、その方たちはちょっと危ないんじゃないかなっていうふうなことをね、言われてましたけどね。まあ、そういう方も危なくないように私の速稼塾入ってもらってですね、まあ入んなくてもインターネット部門のね、その会社の、まあ、所属すればいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ということで、まあ、別にね、アフィリエイトをやりましょうとか、ポイントサイトをやりましょうとか、それだけじゃないってことなんですよ。だからいろんな角度から最短距離でとりあえず収入が上がればいいんでしょ。収入が上がればいいってことは誰かの収入を増やせばいいってことなんですよ。
それが結論でございます。いってらっしゃい。